やはりニュービル選手がねだいぶ守れていますのでね、その分高島選手の負担やっぱり大きいでしょうね。あ、早めに3を打ってきました。ただ西田もドライブ行く、そしてガードナーリバウンド囲まれている、パスを出して細谷また3、そして中のドライブもありと、木下からハントのコントライン決まりました。西田とニュービル、そしてアイラブラウン、木下へ。アイラブラウンがスクリーンをかけながら木下の2、ロング2が決まりました。木下ドライブからハントオーサンドダンク、いいよ、ボール入れます。手打ちもきますが、ニュービル取って、あと3秒2秒1秒、木下誠スリーポイント決めました。柏木と長野、この2人のポイントガードが同時に出ています。柏木からいいパスだ、そしてユトフかわしてステップインダンク、素晴らしい豪快な。竹内が守りながら行きますが、ガードナー長野へパスして、この距離を沈めた長野。目黒は一旦外へパス、長野あと2秒1秒で打ちます。あ、決めた、また決めた、長野聡。リパーが6点のリード。パスを出した、またユトフへ奪ってというようなシーンもありましたから、このフリースローの後も非常に注目になります。オニュービルディフェンスファール、バスケットカウント。まあ、今日もタフショット何度も決めています。あ、うまく決めた。いや、もちろん教育上非常にいい素材というか、はい、プロの選手もこういう泥臭いプレーをしっかりやるんだよというところは教えたいですよね。うわ、ナイスプレースーパーショット、中に入ってきて2人で取りに行くアイラブラン、オン長野がカットして、あ、スコアをします。完投、そして木下、長野もディフェンス、木下シュートを決めます。ニュービル、まあ、指示も送りますが、竹内、そして木下ハント、インサイドへ、しかし木下3を打ちます。そしてリバウンド争い、ニュービル入った、いいですね、このオフェンスリバウンドですよね。プロボンハント選手がリバウンド取りやすい、そうの通りですね。ガードナー来た、反転してショット、時間が過ぎるのを待ちます。上位進出を狙う2チームの激突、大阪と三河のゲーム。